自分と同じ苦しみを子供に味わわせたくないそんなあなたのためにこの動画を撮っていますこんにちはライフスキルコーチのミスターオカチですライフスキルの学校へようこそということでこのライフスキルの学校では親の生きづらさを解消するライフスキルと子供を自立させる関わり方を紹介していますチャンネル登録よろしくね今回のテーマは生きづらさの根っこにある 人人生生脚脚本、本その人生脚本についいいいてて解説していきたとと思まます。ここんんなことはありませんか言いたいことが言えない周りの顔色が気になる嫌われたくないやりたいことがわからない人間関係に失敗する素の自分ありのままの自分に自信がない本音が言えない誰にかに褒められても嬉しくなく自分ではない誰かの人生を生きてる感じ。 このような生きづらさを抱えている方からの相談がめちゃくちゃ増えています、ね。そんな時に自分が悪いんだって自分を責めてしまったり、親が悪い、パートナーが悪い、子供が悪いって子供を責めてしまうこともあると思うんです。まず最初にはっきり言わせてください。あなたが悪いわけじゃない。そして自分の親が悪いわけでもありません。悪いのは 人生脚本です僕もあなたも人生脚本に従って今日も生きています。脚本通りに生きてるんです。今回は 人生脚本が作られるメカニズムと自分の人生脚本が子育てにどういう風に影響するのかその点について解説していきます最後まで聞いていただければ自分のモヤモヤが晴れない原因が分かり心が楽になりますので、えー、最後までご視聴くださいということですはいえー、ということでね早速スライドを出していくんですけどもはいスライドじゃーんって言ってまだ何も書いてないですけどね、えー、先ほどお伝えした通りね生きづらさの根源は原因 はね人生脚本なんですよ人人生脚本、ね、人生脚脚本本とは何かこれはねえっとあのあれですわあの人え交流分析を提唱されたエリック・バーン博士が、えー、提唱されてる理論の一つなんですね人生脚本、えー、人生脚本とはねえー、あれですわ幼少期に作られた人生脚本ってことで、えー、人間っていうのは子供の時、まあ、6歳 まあ僕は9歳ぐらいって思ってるんですけど、6から9歳に、えー、自分で書いた、ね、自分で書き上げた人生プランに従って生きているということですよ。じ人生脚本とは6から9歳に自分で書いた人生プランなんですね。はい、その人生プランの中には、いろんな考え方とか、ね、自分の中のルールとかね。 え何々すべきっていうものであったり信念であったりでもっと言えばこういうね考え方な部分であったりなんだろうな善悪の判断何が正しくて何が悪いのかとかねえ人との付き合い方とか自分っていうのはこういう人間だってセルフイメージとかねで世の中の生き方人生の生き方とかまあそういうことですね。 ご作法とかマナーとかねそういうものまあこれを僕はひっくるめてルールともう一言でもルールと名付けてるんですけどね簡単にこういうルールいろんなルールの集合体が人生プランでありそれがシナリオを作っているということなんですね。 でえー、知ってか知らずか、もう,もう無意識か意識しているか置いといて、えー、僕たち、私たちはその人生脚本通りに生きているんですよ、ね。人生脚本通り。り。この人生脚本には自分っていうのはこういうキャラクターだと、まるキャラって自分で自分のことを設定してるんですね。でそのキャラが崩れないように来ているということですよ、ねで。自分っていうのはそういうまるキャラを演じる主人公であり、かつその映画、この脚本を 作る映画監督これがね自分という役割なんですね。自分という役割、ね。人生脚本。これが人生脚本です。人生脚本っていうのはエリック・バーン博士が提唱された6から9歳までに自分で書き上げた人生プランですと。そのの人生プランの中には 人との付き合い方とか自分ってこんな人間だっていうことであったり世の中の生き方何々すべきこうすべきとかね何々してはいけない何々しなければいけないというものが、えー、詰まっていますよっていうことなんですねでこの中にもっと言えば自分にとっての幸せとは何かとかね幸せとはとかね勝者とは何か成功とは何かとかね敗者とはどんな人かとかね そういうものが書き上げられてあるんですよ。僕は、例えば歯医者、えっ、ー、と、なんだろうな、えっ、ー、と、中学受験に不合格になったら歯医者になるって僕は信じてましたからね。うん、ずっと信じてました。そういうものが書き上げられてるのが人生脚本ですと。で、この人生脚本ってどういうふうに書き上げられるんねんってことですけど、これはね、言い換えればね、ね、えー、自分という子がこう言ったときに、自分がね、えー、いろんなことをこう言ったり、ね、いろんなことを言ったり、やったりする、まあ、言動、言動ですよね。 言動言動っていうのは言ったことと行動ってこと含まれるのかなまあい,いや言ったことと言動と行動でいいやちょっと分かんないからね自分が言ったこととか行動とかによってそれが合ってるか間違ってるかっていうのを母親と父親がね「それ丸だよ」とか「それ罰だよ」ってね言うんですよね。 例えば、廊下を走ってたら、廊下を走らないようにしなさいね。罰だよ。とかね。図書館で騒いでたら、えー、それとみんなが勉強してるところだから、図書館で話しちゃダメだよって罰が言われたりね。えー、一生懸命勉強してたら、一生懸命勉強して偉いねって言われたりね。子供の行動とか言ったことに対して、周りの大人、まあ親ですね。一番影響を強いうのは、親が丸、罰っていうふうにあの評価するんですね。その評価を吸い取って、 その評価を見て、あこういうことをやったらダメなんだ、こういうことをやった方がいいんだっていうことを自分自身で書いていくんですね。自分自身で書いていく。だから言うなれば、ね、人生脚本というのは、親に嫌われないための生存戦略、生きるための戦略なんですよ。 だって6歳の子って親に嫌われたら親に捨てられたら生きていけないわけじゃないですか。生きていけるか生きていけないか置いといて生きていけないと思ってるわけじゃないですか、ほとんどの子は。親に見捨てら,られたらどうしようって戦略がないわけじゃないですか。なので、親に捨てられないように、親に愛されるために親に気に入られるような行動をしたり、親の期待に応えるような発言をしたりするんですね。で親が それをやっていいよそれをやったらダメだよっていうことで世の中の、えー、どうやったらいいのかっていうこ善悪の判断であったり人との付き合い方であったり自分っていうのはこういう人間なんだとか生き方っていうのを作っていく書いていくっていうことですこういうふうにして、えー、人生脚本ができてくるっていうことなんですねで 今もこの人生脚本に従って生きてるんですよ。冷静な時はもしかしたら出てこないかもしれないけど、特に圧力がかかったとき、ストレスがかかったときには、自分で考えたり感じたりする余裕がない。余裕がないから、子どもの時のこのパターン、心の癖、このパターンがそのまま出てしまうんですね。出てしまうから、それがどん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 強化されていくってことです、はい。自分は丸々キャラ。 ね、これ丸々キャラっていうのは親によってつけられてたものであったりもしくは親によってつけられてそれが中学校時代の友達とかによって、えー、それが強化されていく、ね、で自分は丸々キャラって一旦作ってしまうとそのキャラではないようなことをすると嫌われるんじゃないかとかそのキャラではないようなことが言えなかったりするんですね本当は丸々キャラっていうのは自分が心地いいキャラ自分で作っていいはずなのにだって自分が映画監督でそれを演じるのは自分なんだから でも、それができずにいる。それは、今もなお、この人生脚本を握りしめているからなんです。はい。で、この人生脚本が、どのように子供、子育てに影響するのかってことでしょ子育てに影響するのかね。で、それが、まあ、何個か事例を紹介すると、まず一つ目、まず一つ目ね。えー、自分の親、自分の親が、ね、えー、ダメなものはダメってね。ダメなものはダメとかね。えー、親に口答えすな。 っていう過程でね、えー、あなたがね、育つとね、あなたがそういうふうに育つ、だめなものはだめとか、口答えしてはいけないんだ。してはいけない。ちょっと見にくいかもしれない。そういうふうに育つと、こういうふうにね、子供にもね、えー、自分がしつちゃんと子供をしつけないといけないと。正しいことを教えないといけない。ってなって、子供があれしたい、これしたい。 って言ってね、でもちろんそれがね、えー、親の期待とマッチすることやったら OK なんだけど、えー、親の期待にそぐわないことであればそれは危ないよとかね危ないよとかやめといた方がいいよとか、ね、言うんですねでもいややりたいって言ったらやりたいって言ったらいやダメなものはダメなんだで親と同じようにやってしまうというようなことですねこれがまず1つ目ですねもう1つね、えー、幼少期にほっ ほったらかしだった。ほったらかし、ね。ずっとほったらかしだってね、ほったらかしで、えっと、寂しい思いをしたな。寂しい思いをした。寂しい思いをしたから、自分と同じ辛さを子供には味わわせたくない。っていう思いが働き、子供があれ欲しい、これ欲しいって言ったものを、うん、買ってあげるよってね、子供の要求に全部応えるいわゆる。 言いなり状態ね。言いなり状態でずっとずっと子供と一緒にいる。子供、子供が私の生きがい。子供だけが私の人生。子供だけが,わた子供が私の人生のすべてなんだ。子供だけが私の生きがい。そういう状態になってしまうとで、親が子供に依存してしまうんですね。依存してしまう。依存してしまうし、子供も自分が動かなくてもか、なんか欲しいものもらえるし、ね、楽じゃないですか。なので、子供も親に依存するんですね。 これを共依存って言いますね強依存すると親がいなくては生きていけない自立できなくなるってことですね。はい、であったり、まあ、もう1つは、ね、自分の親が、ねえー、一生懸命家事も育児も1人で頑張ってた助けを求めなかった自分のことを犠牲にして一生懸命頑張っていたでその姿を見たから母というものはなんか自己犠牲するものなんだとか 母親神話であるように、えー、と子供のために尽くすべきなんだ自分のことを後回しすべきなんだっていう価値観に、えー、価値観がねもうがち固まっているもんだから、えー、自分も母親になったら同じように助けを求めない助けを求めないそして自分一人で抱え込んでしまう。 でそれが耐えられなくなってストレスが爆発してう、えー、つ状態になったりもしくはそのストレスを子供に感情的に爆発させてしまうそのようなこともあるんですね、はい、でこのように人生脚本人生脚本自分の親 親子関係の中で身につけた口答えしてはいけないとかね。えっ、ー、と、子供をさに寂しい思いをさせてはいけないんだとかね、えー。助けを求めてはいけないっていう、そういうルールっていうものが子育てにすごく影響してくるんですよってことです。なので、えっ、ー、とね、子供を幸せにさせた,したいとか、子供を自立させたいって願ってるんやったら、いろんな本を読んでノウハウを勉強したり、スキル、 こういう声掛けをしたらいいんですよっていう、そういう表面的なもの、これも大事なんですよ。大事なんだけど、そういう部分を、ね、だけをするのではなくて、根っこにある、根っこにある人生脚本を書き換えることが必要です。なぜなら僕たちは人生脚本に従って生きているからです。そう。その人生脚本を書き換わらない限り、えっと、子供に対する関わり方は変わりません。表面的な声掛けは変わる。 ねね、あのひいいところを見つけてそれすごいねって言ってあげるんだけど内心、内心は全然違うものを思ってるかもしれない。で子供っていうのは表面的な言葉ではなくて内心を見てるんですね。 どういうふうに本当にあお父さんお母さんはどういうふうに僕のことを思ってるのかなってその内心を読み取る天才なんですよだからなんかその場限りの声掛けとか表面的に取り繕ろっても全部バレてしまうそうなった時に言ってることと思ってることにギャップがあれば信頼関係は築けないんですなのでもちろん声掛け子育てのノウハウ勉強することすごく大事ですでもその場限りじゃなくて根っこから変わりたいって願ってるんやったらここの 人生脚本自分,の自分がどういう人生脚本に従って生きているのかっていうことをまずは自分自身が知る知らないと無意識にそのパターン出ちゃうんですよそれを知ることが大事だでそれを知って、えー、知った上で自分がその映画監督としてどういうシナリオを描くのか自分で、えー、自分の心地がいい人生脚本を描き自分が、えー、自分の力が発揮できるキャラを 作りそれを演じていく演じていくというか自分らしいキャラのまま生きていくそういうプロセスが必要になってくるということです、はい、一言で言えば人生脚本を書き換えることが必要であるということです子供を幸せにするそしてあなたの心を楽にするためにそれが必要ですそのために大事なことがライフスキルなんですよで僕はライフスキルコーチの専門家ですね、はい、ライフスキルを身につけることで人生脚本を 書き換えることができるということです。そうで、ライフスキルっていうのは一言で言えば自分で。自分を。幸せにする。技術です。はい、もっと言えば自分の心の声,声を叶える能力であり、自分の人としての尊厳を傷つけようとする。他人から守る能力なんです。このライフスキルを身につけたら。 ねえー、っと自分が学校で学んだこととか専門知識を自分の置かれている場所で発揮できるようになる子育て本に及んでそのノウハウを、ね、子育てで生かせるようになるんですそう生かすためにはこのライフスキルが必要です子育て幼児教育の分野ではこれを非認知能力とも呼ばれています。 を身につけて自分らしく生きていく。そして心を楽にして、ね、本当の自分で子供と接して、子供を幸せにする。そのためにはライフスキルが必要だということです。で、このライフスキルを身につけるためにはどうしたらいいのか。ちょっとかんだけど。ライフスキルを高めるための具体的な方法。それを僕は公式 LINE で紹介しています。ね、公式 LINE じゃん、はい。親と子の生きづらさをひも解くライフスキルの学校です。 ライ好きの学校ということで、えっとね。 ライフスキルの学校、これ概要欄にも紹介してますけどこれは何だろうな、えーっと、子育てだけじゃなくて、仕事とか人生でそのまま使えるコーチング術であり、ね、親の生きづらさ、その根っこの部分の、えー、人生脚本を書き換えるために必要なのがライフスキルです。で僕は、ね、1年に1回、ライフスキルコーチ認定講座ってやってます。184日間で身につけ、えー、ライフスキルを身につける、そして子供を幸せにするためのコーチング術を身につける、この二軸でやってるんですけど、ここの、 有料のね、この講義の一部の動画を、このライ公式 LINE でね、無料で配信しています。限定公開動画として配信しています。えー、いつその、えーはい、いつ配信が終わるか分かりませんので、えー、もし、えー、今回の動画を見て、えー、自分の人生脚本を書き換えたい、そしてライフスキルを身につけたい、そして子供を幸せにしたい、心穏やかに家族で過ごしたい、そのように、えー、思っていらっしゃる方は、ぜひ概要欄見てください。概要欄を見ていただいてね、えー、下の方にね、 あの、公式 LINE の案内があります。そちらをチェックいただけたら嬉しいです。 はい。ということでね、えー、YouTube はこれでおしまいなんですけれども、今後ともこの YouTube ではね、えっ、ー、と、子育てだけじゃなくて、いろんな場面で使える、えー、コーチング術であったり、やっぱりその自分の生きづらさの根っこにある人生脚本を書き換えて、自分らしく生きるためのライフスキル、それを、えっ、ー、と、どん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 発信していきたいと思いますので、チャンネル登録もお忘れなくよろしくお願いします。はい。ということで、今回はね、えっ、ー、と、親と子の生きづらさの根っこにある人生脚本、そのメカニズム とそれが子育てにどういう風に影響するのかについて解説してきましたはい、以上です I am star, you are star 自ら輝けば世界は輝くワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイ